こんにちは、ウェブマスターの手帳の遠藤です。久しぶりの動画なんですけれども、今日はウェブマーケティングの話ではなくて、フリーランスの話をしたいと思います。フリーランスの話といっても、フリーランスとして仕事をしているときに、例えば不安を感じたり、あとは何かこう恐怖を感じたりとか、そういうこう浮き沈みの話をしたいなと思っています。私もフリーランスとして、個人事業主として日頃仕事をさせていただいているんですけれども、フリーランスになって完全に独立をしてからもう今年で8年ぐらい経ちました。で、8年こうフリーランスでやっているとですね、やっぱりこう一人で仕事をしているので、やっぱり浮き沈みってどうしてもあるんですね。常にこうハイテンションで居続けるってのは難しくて、いろんなことでやっぱりこう気持ちが落ち込んでしまったりとか、何かこう不安を感じてしまったりとか、ネガティブに考えてしまったりっていうことあるんですけれども、そういう時に私がその不安とか恐怖とか、そういうこう落ち込んだ時の対処法をどういうふうにしてるかっていうのを、特にね、このコロナ禍なんかだとやっぱりそういうふうに感じる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。なので私がまあそういうふうにどういうふうに対処しているかというお話をしたいと思うんですけれども、不安を感じたりとか、何かネガティブになったりとか、落ち込んだりとか、ああもうダメだなって思い始めた時にどうするかっていうと、2つのステップ、2つの手順を踏んでそれに対処しています。で、まず1つ目なんですけども、1つ目はですね、外に出るっていうことをしてます。外に出るっていうのは外出をするっていうことです。室内に留まらないっていうことなんですね。やっぱりこう家にいたりとか、こう室内にいたりっていう風になると、どうしてもその不安に感じているものとか、その不安とか恐怖とか、そういうネガティブな方にこう思考が行きやすいんですね。それに対してこうどん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 こう落ちてっちゃうというか、それにばっかり考えるようになっちゃうので、そうならないように不安とか心配事とか、そういう恐怖とかっていうことを考えることを一回やめられるようにですね、外に出かけます。で、外に出かけるって言っても、1時間ぐらい散歩をするとかですね、そういうことなんですけど、それだけでもですね、気分転換になって、そうやって外を出歩いてると、街中の風景とかいろんなものを目にしたり、いろんな音が聞こえてきたりして、その今まで自分がなぜか1対1で向き合っていた心配事とか不安とかっていうのを、一回ちょっと横に置いといて、他のことに意識を向けることができるんですね。で、私の場合はその散歩に行くとかっていうのは、その落ち込んだ時とか、何か不安だなとか心配だなって思った時だけやってるわけじゃなくて、日頃からこうウォーキングをして、一日、こう毎日ですね、毎日、最低でもこう1時間以上は歩くようにしてるんですね。で、そういうふうに習慣にしておくと、何か気持ち的にこうマイナスになっちゃったり、ネガティブになっちゃったりっていう時に、その歩くっていう行為をすると、ノーマルな状態の習慣なので、そのノーマルな状態にこう戻ってくることができたりします。なので、まあこう不安がな時はあれですけど、それが解消された後にまたどうせですね、その不安っていうのはやってきますから、違った形とかで不安とかやってくるし、ネガティブな感情っていうのはやってくるので、そういった時に対処できるように、ノーマルな状態、普段の時からそういう何かこうリセットできるような習慣っていうのを作っておかれるといいと思うんですね。で、まあ話を戻すと、それで外に歩きに行ったりして、意識をちょっと外しますと。そっちに、その不安なものばっかり考えないようにして、他のものに意識を向けて、他のことを考えるようにするっていうふうにしています。こう、それまでやっぱりこう不安とですね、とか恐怖と、こう面と向かって一対一でこう向き合っちゃってたものが、ちょっとそれとは違うところに意識を向けられるので、今度、次の2ステップ目。この恐怖とか心配とか、そういうネガティブな感情とかですね、ネガティブなこう思考みたいなものと向き合うんですけど、その時に客観的に向き合うことができるようになるんですね。で、この客観的にっていうのが大事で、一対一で向き合っちゃうとですね、また心配になったりとか、また不安になったりして、またなんか良くない方向にこう意識がいっちゃうので、そうじゃなくて、向き合うんでも客観的に面と向かって向き合うのではなくて、そこからちょっと視点を上げてですね、視点を上げて客観的に向き合うということをするんですね。で、その客観的に向き合うっていうのは具体的にどういうことかっていうと、まずはなぜ不安に思ったんだろうっていう、そのきっかけですね。何があったんだろうっていうようなことです。まあ、いろんなことがあると思います。家族の何かトラブルがあったとか、自分の健康状態のことがあったとか、あるいはまあフリーランスで仕事っていうことであれば、
例えば仕事先で何か大きなミスをしてしまったとかってこともあるかもしれないし、契約が決まりそうだったのに決まらなかったとか、あるいは今まで続いてたプロジェクトが途中で終わってしまったというようなことがあったりとか、いろんなこう自分にとっては好ましくない出来事、良くない出来事っていうのはいろいろ起こると思うんですよね。で、その出来事に目を向けて何があったんだろうっていうのをちょっと思い返してですね、そのあった出来事をまずは見つけますと。で、まあそれは大体分かってたりすると思うんですね。ただそこからなんですよ。大体ですね、こう何か不安になったりとかネガティブになっちゃったりっていうのは、その出来事からなぜか勝手にですね、自分で妄想を膨らませて、その出来事から先の未来でマイナスの未来を作っていっちゃうんですね。マイナスの未来を思い描いちゃって、妄想しちゃって勝手に不安になるっていうことが、まあ、私の場合だけかもしれませんけれども、やっぱりよくあるんですね。でも一つの出来事からマイナスの未来がもしかしたらつながっていくかもしれないですけど、それとはまた逆にプラスの面、プラスの未来っていうのもそこからできていく可能性って、まあ、例えばですけど 50-50 であると思うんです。そうなるとマイナスの方の未来、その出来事から、あ、何こうなっちゃったらどうしよう、ああなっちゃったらどうしようっていうマイナスの妄想を働かせて、マイナスの未来を一生懸命こう見ようとするのを、まあ、50やったとしたらですね、同じようにやっぱりその出来事から生まれるプラスの未来っていうのを50やっぱり考えるといいんじゃないかなと思うんですね。例えばその月の今のところのその集客がうまくいっていなくて、あまり依頼が来ていないと、あ、これまずいな、もうダメだ、このままだと収入が減ってしまうと、で収入が減っちゃうと来月生活が苦しくなっちゃうとかですね、そうやってこうどん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 マイナスの方にこう不安をかきたてていっちゃうと思うんですけど、確かにそういう未来が起こる可能性もありはすると思うんですね。あるんですけど、とはまた逆にその仕事の問い合わせが来なかったことによってプラスの面っていうのもあると思うんです。例えばその仕事の量で今まで時間がもうほぼ全部仕事に取られてたけども、仕事の量が減れば自分で使う時間が増えるなと、そしたら今までやりたいと思ってたことができるなとかっていうようなプラスの面もあると思うんですね。で、そういうふうにマイナスの面だけじゃなくてプラスの方も考えてみましょう。で、その時にマイナスの方は考えなくていいですよじゃなくて、まあ、マイナスの方も考えていいと思うんですよ。考えてもいいけど、それだけじゃなくてプラスの方も考えてみましょうよっていうことなんですね。より客観的に見たいっていうことであれば、紙に書き出したりするのがいいと思います。私の場合は部屋にホワイトボードがあるので、そのホワイトボードに書き出したりするんですけれども、やっぱり書き出して文字にしたりすると、それでこう、より客観的にその状況というのが見えたりするんですね。なので、頭の中で考えているだけじゃなくて、紙とか、まあ、iPad で何か書き出したり、スマートフォンで書き出したりしてもいいと思いますので、何かこう、文字にして書き出すっていうことも一緒にやられてみるといいんじゃないかなと思います。どれぐらいの確率でその未来になるかなとかっていうのも考えてみるといいんじゃないかなと思います。例えばその仕事の問い合わせが減って、仕事の依頼が減ってるなんていうのは、あくまでもその時点の話であって、もしかしたら1時間後に、新たな問い合わせが来て、新たな依頼が発生してとかがあるかもしれないし、明日になったら新しい問い合わせとかが来るかもしれないわけですよね。で、そこの時点では何一つ決まってないわけです。そのマイナスな方の未来も、まあ、プラスな方の未来もですね、何一つ決まってないわけですね。それが確定はされてないわけで、そう考えると、なぜ不安に思ってたんだろうとか、なんでこんなにネガティブになっちゃってたんだろうみたいに気持ちを切り替えることができたり、考えを切り替えることができたりするんです。あくまで私はなんですけどね。どちらの未来になるかは決まってない。じゃあどっちの未来がいいですかっていうことなんですね。マイナスの未来がいいのか、それともプラスのポジティブな未来がいいのか、どっちがいいですか。で、私の場合はですね、ポジティブな未来がいいんですね。いい未来で楽しい未来の方がいいので、で、その時点からまだ決まってないわけですから、じゃあポジティブな未来になるようにしましょうよということなんです。やっぱりそういう未来を作るのはですね、言ってもやっぱり行動なんですね。何をするか、あるいは何をしてないかによってその未来が決まっていくので、プラスの未来にしたいということであれば、じゃあそのプラスの未来になるためには
どんな行動が必要かなと、何をしたらいいのかなっていうのを考えていくと、でそうやって考えていくとですね、いつの間にかその不安とか心配事とかネガティブな、心配だなとかって思ってこう何もできなくなっちゃったり、行動が止まっちゃったりっていうところから、いつの間にかじゃあより良いその未来というか、より良い状態になるために何をしたらいいかと考え始めていくと、行動もどん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 進んでいくんですね。で、いつの間にか元気になって活力が出てたりっていうことになるんで、で、知らず知らずのうちにその不安とか心配事とか、その恐怖みたいなのに対処ができちゃってましたっていう風になるわけです。あくまでも私の場合なので、これが皆さんにとってですね、必ず適切なその対処法かっていうと、そうじゃないこともあると思います。で、私自身も例えば心理カウンセラーでもないですし、そういう、ね、診療科の医者でもないので、あくまでもこういう対処法してる人間がいるんだよっていうことを一つの参考としてですね、まあ、お役立ていただけたらなというふうには思います。というわけで今回はですね、もう全然ウェブマーケティングの話でもなければ、マーケティングの話でも何でもなくて、ただ単にフリーランスとして仕事をしていく上で、不安になったりとか、あと恐怖を感じたりとか、心配になっちゃったりとか、もうネガティブな、ね、思考になっちゃって、こう縮こまっちゃったりとか、行動がこう止まっちゃったりとかって、もうダメだみたいになっちゃうことってあると思うんですね。私もあります。私もあるんですけど、そういう時に、じゃあどうやってそこから抜け出すかというか、どうやって対処をして、また、前に進んでいくかと、前向きに進んでいくかっていうところの私の対処法っていうのを、紹介させていただきました。これがね、フリーランスでそうやって仕事をしている方とか、個人事業主の方とか、そういった方の、まあ、そう不安感じてるよなんていう方のお役に立てたら嬉しいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。